こからですね、人工ハーモニクスって技があって、まあハーモニクスハーモニクスいっぱい出てきますけど、人工ハーモニクスって技があって、まあ、これも知ってると思います。知ってる人もいると思います。5フレットを、例えば5フレット1弦をここで押さえてるとしたら、人工的にハーモニクスを作ります。ここを開放弦だと思って、0フレットだと思って、それの12フレットのところを触るんですよ。で、ハーモニクスになります。なんで、まあ、5+12、17フレットを触ればいいんですよね。5フレットを押さえてるんで、それの12フレット上、17フレットを触って、さっきみたいに親指で弾くと、この音のオクターブ上の12フレットハーモニクスが出るんですよ。人工的に12フレットハーモニクスを作り出す。だからこっちに押さえてるのを+12した部分を触って弾けばいいです。だから例えば4弦の7フレットでも一緒です。4弦の7なんで、4弦の 7+12、 19フレットここか押さえたら1オクターブ上の音が出ます。もう人工ハーモニクスはそれだけで面白い技で、これでソロ弾くとかよ、ソロこれで多分弾く人とかもいますよ。慣れれば多分可能ですっていう面白い人工ハーモニクスっていう技をさっきのピロリロリロリンに混ぜます。どうするかというと、5フレット制覇します。人差し指で、これ制覇って言いますよね、多分 6本全部押さえることで、押さえてそれを開放弦、全弦の開放弦だと思います。つまりさっきのピロピロここでしたじゃないですか。それを 5+12 の部分でやります。17フレットで、面白いですよね。さっきの音階とキーが違う、違う音で、でも音の並び感覚は同じでできます。これ1個ずらしても同じです。面白くないですか。これ便利そうじゃないですか。どこでもできますよっていう技が使えますね。これをコードに応用したいなと思うんですけど、まあ、これもコードですけど、まあ、言ってしまえば音の和音なんで、音の集まりなんでコードなんですけど、もっと実践的なコードが欲しいですよね。あんまこんなコード使わないじゃないですか。使ってもいいですけど、でもうちょっと実践、例えば D7th9th ってコードが、これなんかこうファンキーな曲とかでとか使われたり多分するんですけど、別にファンキーじゃなくても、ファンクじゃなくても使ってもいい、めっちゃおしゃれなコードですけど、まあ、5弦の5フレット、4弦の4フレット、1から3弦全部がまた5フレットっていうコードですけど、これにさっきの技を同じようにしたいんですよ。さっき6本全部でしたよね。だからこのコードあんまり6本では使わなくて、6弦ってあんま弾かないんですけど、6弦も弾きたいっす。で、6弦弾きたい場合、ここは押さえてほしいんですよね。この5フレット、これが5度の音なんですけど、だから親指とかで弾いたりします。で、これ慣れれば多分できるのかな。親指使うの難しいって人いると思うんですけど、まあ6本どうしても押さえたいん で、僕の場合は中指で5弦6弦両方押さえます。今これ押さえてるんです。慣れたらめっちゃこれ応用効きます。富山さんとかは多分1本でよく2本押さえますね。1本の指で2本の弦をよく押さえますね。で、さっきの人工ハーモニクスなんですけど、この形をそのままここで再現したら、このオクターブ高いコードここで弾けるんですよ。これ人工ハーモニクスやっぱめっちゃおもろくて、これだけでもめっちゃ面白いですよね。この形をそのまま12フレットを持ってきて、ここのフレットで合わせて6弦から17、16、17、17、17フレットのところを目指して弾けば全部人工ハーモニクスでできます。で、さっきやったこの技、
この技をこのコードに合わせてやりたいんで、まあ分かりますよね、同じようにここでも親指、人差し指で触るところはこのコードの形に合わせてやります。だからちょっと慣れるまで時間かかりますけど、4弦弾いて6弦弾いて3弦弾いて5弦ハーモニクスで、2弦弾いてここずれて16フレットのハーモニクスで、1弦弾いて3弦のハーモニクス、これで出来上がりです。これめっちゃインパクトあると思うんですよね。これはこれできたらあーってなるんですよ。 D7-9th ってそんなコード使わねえよって人いっぱいいると思うんです。で、どんなコードでも実は使えます、もちろん。例えばこの G、 バレエコードの G あるじゃないですか。これも同じように人工ハーモニクスだけでいくとここの形で G を作ればいいですよね。できますし、さっきのあれであのハープハーモニクスで弾くとですね、なんですけど、このコードってまあ G なんで、ソ一度の音、レソシまたレまたソ、ソシでしか出てないんですよ、このコードって3音しかないんで、これいくらパラ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 って弾いてもこのポンって出るのオクターブ上の同じソなんで、だからこれ同じ音になっちゃうんですよ。いろいろ同じ音が出てきてこうパラパラならないんですよね。別にそれ悪いとかじゃなくて全然それもなんか美しいですよね。っていうのもいいんですけど、3音コードよりはこの技を使うなら4和音とかにした方がこれの良さが出ると僕は思います。例えば、G メジャーセブンスってソシでファシャープの和音があるんですけど、それを、抑えたかったら、まあ、僕は今思いつくのはこういうコードですかね。6弦3フレット5弦5フレット4弦4フレット3弦4フレット2弦3フレット1弦3フレット、これしたらまあ G メジャーセブンスってコードですけど、これをさっきので弾くとちょっとだけ音が増えたんで、なんか不思議なハープっぽい感がもっと出ると思います。さっきの D7-9th はここのこうじゃないですか。これは1度3度5度7度9度また5度、これ6本押さえてますけど5つの音が出てます。なんで弾くとん、5つバラ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 ってできるんで複雑な美しい響きになります。これがせっかく6本あるんで6音とかもできます。こんな、まあ、難しいコード弾きづらいですけど、これだと1、3、5、7、9、6、まあ、13とか言いますけど、まあ、D7-9th、13th とか、まあ、名前つけるなら、これだったら 6音入ってます。6種類の音が入ってます。なんですごいです。面白いですよね。ただ3音でももちろんいいですし、このバレエコードじゃなくて開放弦の普通の G、いわゆる G でもこの形通り、例えば人工ハーモニクスだけだったらこれもめっちゃ美しいですし、バラバラってやるといいですよね。っていうの、まあこれも G メジャーセブンスとかも、だからすごい応用が効くし何でも使える面白い技です。さっきからそう、この最初に紹介したのは4、6、3、5、2、4、1、3なんですけど、これやっぱパラ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 って長いハープみたいにしたいからには、もしたかったらもっと長くしたいんですよ、音のな流れを
なんでトミー・エマニュエルさんとかはこれプラス最初に6弦5弦の実音を入れたりしますね。で最初に6弦5弦弾いて先のまで行って、しかも最後に2弦1弦のハーモニクスも足してより長いフレーズにしますね。なんか長いでしょ、ハープっぽいのかな。あとここ繰り返したりね、3弦1弦4弦2弦を繰り返したり、こんな技もあります。でトミー・エマニュエルさんよくやるんですけど、さっきよりなんか音細かいですよね。これはプリングオフ入れてます。この形にして、5弦制覇と小指で7フレット1弦の Am、セブンス、ナインスみたいな形にして、これだけでもいいんですけど、ってしたらなんか音が増えるじゃないですか。で4弦のハーモニクスで今度はここも2弦の6フレット実音で押さえてプリングです。すればなんかすごい音階が美しくなって、これはトミー・エマニュエルさんが今トミー・エマニュエルさんで僕ももちろん知りましたし、すごい使うんでなんだあれってやって有名かもしれないんですけど、トミー・エマニュエルさんはあのチェット・アトキンスさんからの音源を聞いて学んだそうですね。でそのチェット・アトキンスさんはなんか YouTube 動画で言ってたんですけど、チェット・アトキンスさんがなんか喋ってて、ギタープレイヤーがあのハーモニクスと実音を同時にプレイしてるのを見たって言ってて、 どういうことかっていうと、さっきはこうじゃないですか、これじゃなくて同時に、だからなんかコードを弾いて、これ同時にハーモニクスとあの実音をバラバラじゃなくて同時に鳴らすとなんか美しいハーモニーになっていいじゃないですか。で、星に願いをですけど、今のはチェット・アトキンスさんのアレンジですけど、まあ、こういう風にハーモニクスと実音を同時に弾くギタープレイヤーがいたんですって。それをチェット・アトキンスさんが見て、あ、じゃあこれをバラバラにこうやって弾こうって言って最初にアレンジをしたらしいです。でそれがホワイト・クリスマスって曲で初めて発表したって言ってましたね。ホワイト・クリスマスの始まりはなんかこんなピロピロピロって、まさにハープ・ハーモニクスで始まってて、でレニー・ブローさんってギタリストがいるんですけど、その人もハーモニクスすごい人で、その人がチェット・アトキンスさんのそれを見て、このプリングを混ぜたりハンマリングもできますね、まあ同じことですけど、プリングを入れたりハンマリングを入れたりして細かくする技をレニー・ブローさんがやったみたいなことをチェット・アトキンスさんが言ってましたね、なんかの動画で。まあ、面白いですよね。まあ誰が初めて誰がそうしたかとか、まあ、別にどうでもいいんじゃいいんですけど、っていう歴史があるらしいですよ。っていうね、なかなかあのどんどん喋ってばっかりで全然まとまりもないあれなんですけど、っていうこれでもう皆さん元見エマニュエルさんになりました。はい、この技ぜひいろんなところで使ってみてください。応用がすごい効くので、はい、ということでですね、なんか紹介したすぎてもう喋りまくりで、スカイプレッスンを始めました。僕今まさに勉強中のフィンガースタイルギターですけれども、まあ私ソロギターとか弾かねえしっていう方もいらっしゃると思うんです。なんですけど、例えば弾き語りとかこのギターの伴奏と
歌を一緒に歌われている方とかにも実はすごいおすすめです。本当におすすめで、なんでかっていうと、まあ、よく弾き語りの方で、まあ、イントロとか あるパターンはまあいろいろあると思うんですけど、例えば出すのがまあよくまあ一つのパターンとしてあると思うんですけど、これがフィンガースタイルギターをまあちょっとかじっていたらこうなります。イントロがイントロからもうその曲のメロディーが一緒に弾けるって、まあ、別にコードが悪いっていうコードだけで弾くのが悪いっていう話じゃなくて選択肢が増えるっていうことで、まあ損なわけがないですよね。なんでもう本当になんかおすすめです。イントロだけじゃなくて、まあ、もちろん感想だっていいわけですよね。一人ぼっちの夜、まあ、ここから例えばソロにギターソロが、運命をってなるんですよ。まあ今のところ歌でもいいんですけど、まあ例えば感想をギターソロにしようとか、だからソロギターをソロギターギターソロ、まあ一人でギターだけの曲を弾こうじゃなくて、例えば弾き語りの感想イントロに入れようっていうことができるので本当におすすめです。で、まあピックで弾くしっていう人もいると思うんです。でも一緒です。ピックで弾く人もこのスタイル全然できます。ちょっと使う指が変わるだけでほぼ一緒です。仕組みは。ちょうまくできるかな。みたいな感じで。まあ人差し指がこう持つんで使えなくなるだけで、その代わりにこの中指と薬指で頑張るっていう感じで練習すればすぐ慣れるはずです。あとエレキギターの人だってもちろん一緒です。もう同じギターなんで。なのでまあちょっとでも興味持たれましたらぜひとも連絡くださればと思います。イングリッシュマン921@gmail.com って下に書いているので、まあ、もちろん僕に連絡しなくても調べても今いっぱい出てくるので、勉強されてみてはというか、練習したら絶対面白いです。楽しいこと間違いないです。ありがとうございました。